ゆっくりしていってねー。どうしたのぜ霊夢、ヤブカラスティックに。クラウゼダークトジーフジコルプ、そいつはそう思うのぜ。つうわけで、映画マダムウェブの、レビュー、考察動画を始めます。この動画を見れば誰におすすめで、どんな映画なのか、の参考になるように作ったのぜ。あらすじ、考察、評価、補足情報、キャストなどをぐっと圧縮してまとめました。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それでは、ゆっくりして、今北産業、スパイダーマンの派生作品、誰におすすめなのぜ。マーベルコミックとかのガチファンにおすすめ。で、この映画のベネな部分は、アイアンマンだったりキャプテンアメリカといったキャラが出てこないので、この映画単体で見ても、前知識を要求されることはないため、見るのがしんどくない。そいつはありがたいのぜ。では、この映画の前知識というか、マダムベブって何ぬねの?という部分から説明します。マダムベブは原作だとまあ、どう見ても X 面のプロフェッサー X ですって感じのキャラクターで、一応原作の設定だと、生まれつき盲目で、プロフェッサー X よろしくテレパシーとか予知能力とかまあ、支援特化型の能力者で、この雲のような生命維持装置によって生きてるって設定で、この映画はそういったエッセンスを使って作られた作品です。オリジナルだと。雲に噛まれてスパイダーマンになったとかそういうのもないし、車椅子の理由も生まれつき貧弱な病にかかっているからって設定なのぜ。必ずしも原作に合致しているわけじゃないし、マーベルコミックのベネな部分は、例えばスパイダーマンにしても、いろいろなシナリオライターが独自の味付けをして、オリジナルスパイダーマンを作る感じで、公式が同人誌みたいなのがアメリカンコミックの特徴なのぜ。この映画もそういったエッセンスを取り入れつつ、2020年に最適化されて作られております。で、この映画の舞台は、スパイダーマンがちょうど生まれる時代、2003年が舞台となります。初代イフォーン様の発売日が2007年なのぜ。まあガラケーとかの時代ですね。で、この映画には、初代スパイダーマンのピーター・パーカーの元とか、ベンおじさんとかがサブキャラで出てくるって感じです。あとは、そんなに過去作のキャラが出てくるわけじゃないので、ご新規さんもたしなめる作品に仕上がっててベネです。ベンおじさんとかも、スパイダーマンとか知ってればまあ、ベンおじさん。ってなるけど、知らなくてもしれっと入ってくるから超絶親切設計なのぜ。では、ここからはシナリオの解説を始めます。ペルーで噛まれるとスパイダーマンに変身できる、特殊スパイダー発見隊のマダムウェブのカッチャマ。カッチャマのお腹には主人公の元が入っており、なんやかんやあって便利雲を見つけることに成功。しかし、案の定内部に裏切り者がおり、ヴィランに便利雲を奪われてしまった上に、カッチャマは瀕死の重傷を負う。その後、なぜか、英語がペラッペラの未開の蛮族に助けられて、なんで英語喋れるのぜ?未開の蛮族頭良すぎなのぜ?科学の力って。そんな感じでカッチャマはガメをベラしてしまうが、主人公の元はその過程で支援特化型の能力を手に入れる。この後、どうやってペルーからアメリカに渡ったんだよ?というツッコミは野暮にして、すくすく育ってアメリカで同僚のベンおじさんと救急救命士を、していた主人公、なんやかんやあって、偶然事故って、もともと持っていた予知能力に目覚める。この後、シナリオの強制力によって、偶然、おクソガキ様たちと関わりを持ち、ヴィランはヴィランで予知無で、このおクソガキ様たちに将来殺される夢が止まらないから、このおクソガキ様たちを見つけて、ぶっ殺しちまおうぜ、という野望を偶然阻止するために、主人公は立ち上がるのであった、というシナリオね。はい、ところで、こいつが、N10 年前に奪った便利雲なんだけど、なんで今でも生存しているのぜ?この便利雲は単に生殖するのぜ?科学の力って、すげえ。まあ、そんな感じのシナリオです。で、この映画のシナリオのベネな部分は、お互いに一切接点のない、主人公、ヴィラン、クソガキにどうやって接点を持たせるか?という部分で、そもそも、カッチャマがヴィランに、殺されたという事実を主人公は知らないのぜ。そうそう、だからヴィランに行動させる理由をつけさせて、で、偶発的に、仇討ちができましたってシナリオにする必要があるのと、あとは主人公が、未来予知に目覚めるための、トリガーの演出などを入れ込まないといけないことが難しいポイントで、この辺の無理を、なるべく無理なく見せるように、シナリオを作らなきゃならない部分の工夫がベネな部分です。で、うちらおまんじゅうが、一番悲しかったシーンがこれなのぜ。モブおじさん、主人公に予知能力を教えるためだけにスポーンして、クールにガメをベラしたおじさんなのぜ。まあ、異世界転生トラックっぽかったし、
この後このおじさんは異世界転生したのぜ。まあこんな感じで、偶然接点を作らなきゃならないところの工夫がお上手な作品って感じです。で、ここからはこの映画の、おまんじゅう的ダメなポイントを解説します。この映画のファンは今すぐゲームの電源を切るんだ、なのぜ。まずはこの部分、このシーンは主人公たちとヴィランが接敵した後に、なんとか命の危険を回避して、ヴィランがスーパーハッカー技術を使って、追ってこれない山にまで逃げた後に、対策考えるからお前らじっとしてろよ、というシーンです。3時間で戻るからおとなしくしてろよ、という言いつけも守れないクソバカムーブを始めるのぜ。お腹が空いたから、ダイナー行こうぜ。って、黒人が言い出すのシーンです。このシーンがおまんじゅう的 MVP シーンであり、このメスガキたち全員死ねよという気持ちを、隠しきれないシナリオ、少なくともこの黒人は今すぐ死ねってシーンです。シナリオを作る上で、ヴィランとの接点を作らなきゃだから、このメスガキたちにクソマヌケムーブをかまさせるという理由わかるのぜ。で、このメスガキたちも、全員いい感じにクソガキに書いているから、このクソマヌケムーブというのは成立し得るんだけど、正直、こういった、クソマヌケムーブをさせたいならモブでクソガキを用意して、クソマヌケムーブをかましたクソガキを、サクトインガオホーで殺すならスカッとするが、ホラー映画はちゃんと、クソマヌケムーブをするやつから順に消えていくのぜ。ホラー映画はちゃんと視聴者さんたちに、寄り添ってシナリオを作っているのぜ。そうそう、この映画のおまんじゅう的ダメダメな部分が、本来ならモブとして処理しなければならないドマヌケたちが、ヒーロー枠として確定しちゃってるから、見てるおまんじゅうたちからしたら、こいつらヒーロー枠なので、こんなドマヌケムーブをかましてても生存するんだよな。これからあと N 時間も、このクソガキたちを見続けなければならないなんて、苦痛だ、という感じになる。この時点では、主人公にとって謎のコスプレの変態は、主人公のカッチャマを殺したクズだって知ってるわけじゃないのぜ。クソバカティーン3人が、謎のコスプレ変態おじさんに襲われているから、助けなきゃって部分で、別に主人公がこのバカ3人を助ける義理も理由もないのぜ。たまたま、予知夢にヒットしたから助けるってシーンですね。だから本当にこのシーンで、あんこの底からこいつら全員死んでくれないかな？って思うシーンです。かませ犬がいつまでもガメをべらしないシナリオは、見ててただただストレスがたまるのぜ。まあ、ただ一応多分なんだけど、このクズの黒人が将来、シャーロット・ウィッターなる、スパイダーマン、なんだけど裏切ってヴィランになるって設定の、ポリコレキャラにする予定なのかな？って感じなんだけど、というのは足が増えるって能力持ちだからなのぜ。だからこいつだけ突飛して、クズキャラしてるのかな？って感じだけど、おまんじゅう的にはここで、将来の悪の芽は摘んでおくべきだと思いました。で、この後、警察に行こう、という至極真っ当な主人公の提案に対して、先犯さんが、私は不法移民だから公式にシャバに出られる、18歳になるまで警察に身バレするのは無理。っていうわけ、これによって警察に行くっていう選択肢を潰してるんだけど、この映画って、この時点でこのクソマヌケ三人衆が、スーパーヒーローになることを主人公が知ってるわけじゃないし、こいつらを生存させることが、カッチャマ仇討ちルートになるなんて情報はないのぜ。そうそう、だから少なくともおまんじゅうからしたら、さっさと主人公はこのクソマヌケのベビーシッターをやめて、このクソマヌケたちがホラー映画よろしく、ヴィランにざまう、されるシーンを見せてくれよ。早くしてくれよ、もう待ちきれないのぜ。って感じで、こっからうちらおまんじゅうは、頼むからヴィラン、このクソマヌケ三人衆を殺してくれ。ってヴィラン側に気持ちが移っちゃうんだよね。人間によるけど、殺されるよりも警察に行った方が、いいんじゃないの？って思うのぜ。自分で問題解決能力があるならまだしも、このバカ三人衆は、ズンビ映画に出てくる軍隊以下の雑魚だからね。でも、こいつらの生存は映画の都合上確定しているのぜ。そういうシナリオの映画だからね。いやね、シナリオの味付けって本当に大事で、他の映画でも再三にわたって、おまんじゅうたちが思っていることなんだけど、シナリオにおいて、少なくとも、視聴者さんが間接的に受肉する主人公枠は、しなくていいことをしない。してはいけないことをしない、を徹底させないと、視聴者さんが不快になるわけ。で、その辺をホラー映画出身の、サムライミーはよくわかってるから、サムライミースパイダーマン、では、主人公のピーター・パーカーは、クズのチンピラを倒さないってシーンがあって、結果バタフライエフェクトによって時報おじさんがガメをべらする、公開のシーンがあるんだけど、大抵の視聴者さんは、ピーターと同じような振る舞いをするだろ。っていうクソ激烈によくできたシナリオをしているわけ。このシーンでは誰だって、そうする、俺もそうするのぜ。というのは、この泥棒は、闇賭博の金を盗むんだけど、ピーターはこの闇賭博のクズから、何癖つけられてファイトマネーをもらえなかったから、視聴者さんもピーターも、闇賭博のオーナーのクズが、ざまう、するシーンだからなのぜ。そうそう。で、この映画のヘッポコ3人組は、このシーンにおいていわゆる、バカなモブ、
って振る舞いをして、スーパーヒーローから、今すぐガメをべらしてほしいバカなモブまでランクが格下げするわけ。にもかかわらずこのおバカなモブが、いつまで経ってもガメをべらしないってのが、これ以降のストーリーにこいつらが画面に映るたびに、イライラが止まらないわけ。なので、ここは本当に工夫して、ヴィランとこのクソバカ3人組の、接点を作る設定をちゃんと考えてほしかったと思うのぜ。そもそもこの黒人のイキリのメスガキ1は、出会い頭に救急車に中指立てるという、視聴者さんを不快にする振る舞いからスタートしてるしね。少なくとも、この映画はこのメガネのオタク女子一人だけが、スーパーヒーローになるって設定で、後のバカ、黒人と不法移民はガメをべらさせるシナリオ、運命は変わる、ってシナリオにすればよかったんじゃないかな。ついでに言うと、メガネ女子だけはダイナーに行かないで、一人で山に残るって選択をさせておくのぜ。あとは、別に戦犯ムーブをさせなくても、山にキャンプに来たモブが偶然ヘッポコ3人組を見つけて、通報するでもよかったしね。少なくともイキリの黒人は、何一つ共感できる要素のないクズというか、こいつはもう少し性格設定考えて、チューニングするべき案件だと思うのぜ。少なくともこの黒人は、運命が変わってガメをべらして欲しかったし、ヒーローサイドとして出すべきキャラじゃないよね。で、ここからは不満点というか、ネタバレで、まあ不満じゃないけど、ちょっと難しいよねって部分の話をします。この映画ってヒーロー不在の映画だから、最後の盛り上がりに欠けるというか、ヴィランの倒し方が、バタフライエフェクトを使って、ハメ殺すっていう最強だけどクッソ地味なやつだから、正直盛り上がりに欠ける。この映画ではクソバカ三人衆は、スパイダーマンに覚醒しないのぜ。そこはまあ、スーパーヒーローバトルする展開じゃないんだ。って感じで、新規性があってよかったんだけど、まあ、そのせいで絵柄が地味というか、あとはこのシーンで、主人公はやたら右を気にしているってシーンなんだけど、ヴィランは夜中なのに、サングラスをしてるコスプレしてるから、この不自然なチラチラに気づかないど間抜けなんだよね。まあ、この映画のヴィランって、終始間抜けムーブかます3下だから、こんな感じでいいとは思うのぜ。あ、でも普通に、2003年の変態手作りコスプレって感じで、目をサングラスにしててしょぼい感じにしてる部分は良かったです。手作りコスプレ変態おじさんって、感じのバックグラウンドが表現できてて良かったのぜ。ではでは、最後におまんじゅう的おすすめ度を紹介。おすすめ度は、星1、中星 2.5、クソバカ3人衆のせいで、中盤以降深い、最後のバトルシーンが仕方ないとはいえ盛り上がりに欠ける。って出来栄えかな。前半の接点を作るってシナリオは良かったんだけど、バカ3人をダイナーに向かわせるってシーンから、って感じ。そもそも、何一つこのバカ3人に、視聴者さんが共感するフックがない。ただただお邪魔キャラでしかなくて、ガチでしんどいなって思いました。いやね、等身大のティーンって感じが出てるんだけどさ、等身大のティーンとか高校生ってフィクションにいらないんだよね。ジパングの漫画だって、高校生がバトル展開の漫画があるけど、あいつらほとんど全員高校生のメンタルじゃないのぜ。というのは等身大の高校生は、精神的に未熟すぎて世界なんか救えないからね。自分たちが高校生だった頃を、思い出してもらえるといいと思うけど、自分たちも含めて大体クソバカなのぜ。あとは、まあ最後のオチで、オリジナルのマダムウェブが盲目って設定だから、無理くり事故って盲目になりました。って設定なんだと思うけど、花火に当たって両目失明するって設定が無理くりすぎだと思いました。まる。まあ、この辺はうちらおまんじゅうは、そもそもスーパーヒーローで育ってないから何の思い入れもないので、そう感じちゃうんだけど、ガチファンは最後を、ってなるのかな？って感じかな？最後までご視聴ありがとうなのぜ。皆さんはこの映画をどう評価しましたか？皆さんのコメント、感想をお待ちしてます。いいねしてくれたり、ファンになってくれると嬉しいのぜ。それでは、次の動画か夢でお会いしましょう。ラブ&ピー。